この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。さすが先輩。伝統武道の訓練方法と陰陽術を組み合わせるなんて。こうなれば訓練にも実践の効果が得られるようになります。僕たちの武術も飛躍的に向上しますよ。おいおい、俺は何もやってない。これは全てカムナ様の考えだ。カムナ様の期待に背くなよ。What?
信を。この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。カムナ春之助は心配性にも程がある。あいつが想像した危険な状況に対抗するためにみんなをここまで訓練させるなんて、俺からすりゃあいつが一番の厄介な存在さ。俺は別に構わない。何しろあいつは金を持っている。忘れたのか、あいつが俺たちにくれる給料は他のところの6倍だぞ。確かに、どうにも耐えられなくなったらその時はやめる。金のためじゃなかったら誰がこんなところにいるもんか。この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。春之助、慎重になれ。初めから君についてきた武士たちは忠実だ。だが今の参加者は皆悪意を持っている。君から金を巻き上げることしか考えていない。それは仕方のないこと。小生は一介の凡人に過ぎない。権力もなければ勢力もない。金に頼ることでのみ武道に秀でた者たちを小生のために戦わせられる。元から小生は彼らに無理させている。罪があるのは小生の方だ。願わくば
これらのすべてが良い結末を迎えてくれるといいんだが。この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。春之助、また村人が来たぞ。今回は差し入れと何袋かの金と一通の手紙があった。カムナ様のご武運を祈ります。命の恩必ずやお返しいたします。実にありがたい。だが小生といえど少しは蓄えがある。そこまでする必要はない。四季大将、差し入れと金は送り返すといい。だがこの手紙は小生がしっかりと保管しておこう。お主にも見せたかったな。手合わせしようじゃないか。you
りなさい。ご安心を。短所鉄拳ボーン食らえ。はトンよそこだポーレよ。は健康よ世の乱れを切り尽くせ。はぁディア。はぁそりゃディア。失礼。海のちぎりよ騒乱の憩い。手強いですね。や、雪を前。え、